はい、じゃあドライバーやってまいりました、ね。ドライバーはあんまり打ちすぎないように終わっちゃうの戻ってよ、はい、戻ってよそっか、で、あれか残りちょっとウェッジとかに戻って少し戻ってウェッジとか、そうですドライバー打ちすぎるとだんだん力入ってきちゃうんで ある程度、あ、今日はこういう球筋なんだっていうのを掴んだら終わります。なるほどね、そっか、そうだよね、あの30ヤードとかやってないもんね、残りはそれに使うってことです、ね、あ、なるほど、わかりました。ちょっとあの、とりあえず、ね、分かんないでもらっていいですか？びっくりしちゃった。そしたら、あの、まあ、あるあるの距離アップについて、はいはいはい、まあ、森ちゃん的な、なんか、こうやってると飛んだとか、はい、あの、普段生徒さんにそうやって教えてるとか。はいはいはい。あんまり飛ばし屋根じゃない私が言うものが何なんですけど、でも、ここ最近自分がやってみて、だいたい10ヤードとか、この2ヶ月ぐらいで伸びたんですよ。取ったとかじゃなくて。それで、そうですね。見てるのは2つ、うん、2箇所あります。あ、私はこれで10ヤード飛んだ。はい。下からこう握りすぎないように。これをちょっと指先で引っ掛けるぐらい、もしくは添えるみたいなイメージで握るようにして、手の力を抜いて手首がこう柔らかく使えるよ。こうしてあげるとヘッドバックが落るんで、ヘッドスピードアップにつながる。肘の向きとかこう開いちゃう。ここに当てに行こうとするとこういう形になっちゃうんで、叩きに行きやすい形でトップを迎えてしまう。この肘を畳んであげる。肘をこうエルボーを繋いで真下に向けてあげる。しようとすると開きます。離れるし、離れるし、まあ、飛ばしたいけどそこは気をつけてる。そうです、ボールここにあるじゃないですか。逆に要は強くインパクトするときクラブって肘の方が強く叩ける、はいはいはい、でもね、真逆のことやってる人には結構効果あるかもしれないですよね。そう、ぜひやってみてください。ちなみになんですけど、左手ってどんな感じなんですか？どうやって握ってるんですか？上から添えてあげるだけ。細かく言えば斜めに、うん、左手のこの第二関節、薬指のこの付け根、手首のこの斜めに縦に握らない、斜めぐらい。結構今までいろいろな人の練習とか見てきたりとか聞いてたけど、はい、森ちゃんの練習の流れが好き。そうなんですか。僕ね、振りたいんですよ、最初に。ああ、はいはいはい、はい、体ほぐしたい、はいはいはい、体のキレをちょっと見たいみたいな。ああ
とうございました、はい、じゃあそんな感じで、はい、森ちゃん、あ、森選手森ちゃんでいいです、はい、まあまあ、練習のね流れとか、はい、まあ、あとあのティーチングプロなんで、はい、あの、まあ、こんなこと気をつけてるよとか、アイアンの安定感の仕方とか、はい、飛距離アップの仕方とか、はい、まあ、いろいろ教えていただきましてありがとうございます、はい、ありがとうございましたこちらこそだ、今度ちょっと企画で、はい、ラウンドレッスンの動画とかできたらいいな、はい、あ、はいはい、ぜひぜひ、はい、またぜひ整理してもらいたいです、はい、はい、こんな感じで、はい、この動画がいいなと思いましたら、ぜひいいねをチャンネル登録をお願いします。よろしくお願いします、はい、こちらのレッスンもお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。